レイポンは、アメリカ海軍の原子力潜水艦。スタージョン旧原子力潜水艦の13番艦。艦名はカサゴにちなむ。その名を持つ艦としては、ガトウ級潜水艦49番艦以来2隻目。レイポンの建造は1963年10月24日に、バージニア州、ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所に発注される。 1965年7月26日に帰港し、1966年12月16日に、チャールズ・ディー・グリフィン夫人によって、命名、浸水し、1967年12月14日に、艦長、チェスター・ M ・マック・チューの指揮下収益した。収益後、レイポンは、大西洋艦隊潜水艦部隊に所属し、バージニア州ノーフォークを母校として活動した。 1968年の大半は訓練及び東海岸での巡航で過ごし、1969年に入ると第6艦隊の勝ち中海に展開するための準備を行う。1970年には大西洋艦隊においてマージョリース・ステレット戦艦基金賞を受賞した。レイポンは1991年10月1日に不活性化され、 1992年6月25日に退役し、1992年8月8日に除籍された。その後ワシントン州ブレマートンで原子力艦再利用プログラムの下2003年3月1日に解体が始まり、2004年8月31日に作業は完了した。レイポンのセール部分はミズーリ州。 スプリングフィールドのアメリカ在京軍人会ポスト639で記念された。ありがとうございます。